できたので今森と海岸に向かってます。イエーイ。見てこの快晴、そして横浜の景色、そしてこのレインボーブリッジ。レインボーブリッジじゃない、あ、なんだっけこれ。ベイブリッジ。森と海岸は逗子の方にあるね、三浦逗子にある海岸で、あの私たちが一番よく行く海岸なんだよね。そうね、あの海の家もあるだろうし、そこのねラーメンとかも美味しいのよ。まさかね今日行けると思わなくてめちゃくちゃテンションが上がってるんだけどね。嬉しいよね。嬉しい。急いで行って急いで帰ろう。そう、今ね12時半なんだけど、まあ4時ぐらいには帰んなくちゃいけないから結構急ぎ目で遊びます。暑いよ。でも海水浴いい。2022ここのさ、これがさ夜遅くまで確かやってるからさ、オアシスだっけ。そうそうそう、だから夜まで賑わってるかもね、うん、まあ、今1時半だから海の家は3時ぐらいかな。いつも行く海の家があるんだよね、うん、もうここ一択なんだけど、一回ここ入ってあまりの美味しさに他を開拓しなくなったっていう、うん、美味しいよね、うん、よかった、無事やってる。じゃあ場所取ろう。はい、森と海岸水質チェック。森といいよね。ああ、もんちゃんも海の家で何食べるの？ラーメン2杯。Thank you.
いいね。はい、どうぞ。あ、はい、いただきます。うん、おいしい。ゆっちーと合コンちょっと考えられない。うわわポテト、綺麗な油で揚がってる。うんうんうん、家で作ったみたい。うん、まだ考えられる。おいしい。なんだろうな、貝にならない。これでもさっきのちゃんも分かるよ。そうなるよ。今日多分4000ぐらい晴れる。ちょうど晴れたし、よかったね。ランク上げてるね。へえ。うん、うまっ。フランクって揚げた方が美味しいかも。どこかにものすごい大盛りのかき氷が売ってる。ここでも随分でかいよ。うん、そう。あ、ほんとだ。はい、はい、はい、すいません、ごめんなさい。はい、大丈夫ですよ。はい、美味しい。これなんでそんな謝ってきたの。美味しそう。やっぱ海の家と言ったら焼きそばだよ。シンプルなんだけどさ、家でできないよね。ジャンバラヤってさ、ここでしか食べないの。まあ、絶対うちだ。これがモンちゃんが夢にまで見てたラーメン。美味しいんだよね、末広のラーメン。それでね、全部揃った。イエーイ。じゃあモンちゃんラーメン食べて。ジャンバラヤ、あ、すごい匂い。ジャンバラヤって何なんだろうね。うまいわ。信じられないね。あー、美味しい。来れると思わなかった。マジでうまい。だって海に入るんで来てないの。食べに来てるの。うん、もんちゃんは完璧にそうだね。あー、最高。ほんとこのジャンバレーうまい。こういうさ、飲食店あってもいいよね。なんか、なんだろう、ファミレスでもないじゃん。町中華でもないし、うん、このなんか明らかにさ、楽しい食事セットみたいな。一年中行きたい。もうちょっとさ、何回か来れればさ、オアシスも行ってみたいしさ、この後ろの海の家も行きたいんだけどね。どうしたってこれが食べたいからさ、毎年のメニュー変わんないからね。あ、フランクとポテトは今年追加した。このジャンバラ焼きそばラーメンはさ、本当に毎年食べてる。でもコロナで来てないから3年ぶりぐらい。一回ね、森友やってたんだけど、コロナで海の家がなかった時があったんだよ。まあ、ここだけの話さ、うちらが来始めた頃さ、500円だったよね。嘘だ。ラーメンとかジャンバラとか、そりゃ仕方ないよ、みんな値上げしてるもん。2年分取り返さなきゃいけないじゃん。そんな勢いじゃない。でも1000円になっても応援したい。食べたい。お店だけ我慢するのはさ、かわいそうだよね。しょうがないじゃん、やっぱ。でもうちらのさ、2、3年後の動画でさ、この間750円だったよねって、やっぱ1000円になったねって言ってる可能性もあるんだよ。まだ胃の中に入るとして追加するとしたら何食べたい？私はね、カツ丼かカツカレー、もしくはエビピラフ。え？2杯？じゃあもうラーメンは1人1杯食べたいんだ。完食です。
今年もう1回ぐらい来れたらいいね。実はね、もう海にまた入ろうと思ったんだけど、どうしても食べたくて追加しちゃった、ね、これはやっぱ食べとかないとね。いちごミルク600円でございます。すごい青空が綺麗だね。アメル、安くも1個もらう。確かにね。乾杯。夏だわ。戻ってきた。うん、はい、真ん中に置こう。イエーイ。うん、うまい。シロップが下の方にある。うん、撮影する。うん、すごい、シロップいっぱい。ちょっと薄いな。いっぱい。嘘。うん、今3時なんだけど全然遊べるね。前のうちらだったらもう帰ってるよね。でも今が一番暑いね。美味しすぎない？超美味しい。なんか頼んじゃおうかって言ってたけどさ、これ頼まなきゃダメだったよ。ラーメン2杯なんかよりさ、こっちの方が大事だった、うん、でも一人一杯は食べれないね。ちょっと多いかな。ちょっと多い。これはうまいわ。今日海外行く人一番多いんだって。え、今から行くの？あ、そうか、まだ始まってないや。思い出す。そうか、今から海外に行くのね。多分明日有給取って。ああ。で、お盆一週間。な、なんか成田空港に何万人みたいなニュースやってる。ええな。羨ましい。ね、なんか前まではさ、コロナで行けないとかって言ってたけどさ、今はもんちゃんの仕事とあんちゃんとかちゃまるとってさ、全然コロナ関係なく行けなくなっちゃった、まあ、でもまだちょっと怖い。サル痘とかもあるしね、うん、だから向こうで熱出しちゃうことが一番めんどくさいじゃん。だって自費でさ帰ってこれないんだってね、うん、ホテルさ自分で取って、うん、ハワイの観光客が地獄だって言ってた。これも一部の人だとは思うけど。何？どうぞ。もうちょっと飲め。いいの？美味しかったもん。やっぱいちごミルクだよね。いちごミルクだよね。でも本当はね、レモンも好き。いや、私は本当はブルーハワイがいい。ブルーハワイ。ブルーハワイは考えたこともない。2人の間を取っていちごミルクだよね、うん、私もレモンやだし、もんちゃんブルーハワイ。ブルーハワイなんか絶対食べない。あ、ここなんかかわいいね。かやまうどん、のわのわ。プリンを買って帰って、あと道の駅みたいなとこがあるから、そこでお土産買って帰ろうかな。そろそろ帰ります。よいしょ。ああ、もうちょっと痛いけど帰ろうか。ちょっとあの海岸じゃなくて外の道を歩いてみよう。さらば森と海岸、今年またもう一回来れたらいいな。さあ、今日の朝起きた時にさ、海に行くと思わなかったよね。思ってなかった。2750円。
並んでるじゃん。20人ぐらい待ってます。ねえ、いいな。もんちゃん何がいい？まあ、普通の普通の、これ人気ナンバーワンだって。あ、そうなんだ。私かぼちゃプリン食べたいの。ティラミス、すごいね、1000円するね。プリンに1000円なんてかけたことないかも。いいよね、ここのやつ、うん、どうしよう。ボーロってやつ。あ、ソフトクリームあるね。そう、ソフトクリームあるよ。かき氷食べたのに。いや、あれだいぶ前じゃん。ここはなんていう場所なんだっけ。葉山ステーションって。葉山ステーション、道の駅とかではないんだね。うん、あのもう時間が遅いのか、うん、あの有名なものをほとんどなくなってて。そうだね、葉山牛カレーパンとかね、うんうんうん、まあこれで帰ろうかな。はい、もんちゃんこの曲知ってる？知ってるよ。無事落ち着きました。すごいね、こんなパンフレットまで入って。この箱もかわいいね。ね、開いちゃってるけど。じゃじゃーん。じゃじゃーん。うわ、何これ。ご自宅用ですかって言われてさ、はいって言ったのにこれすごくない？このビーカーがちゃんといわきで、あれなんだって。軽量のあれまでついてるんだって。メモリ。メモリ。ハリオだ。いわきじゃない。一緒？わかんない。あ、見て見て。これいわき。あ、これもいわき。かぼちゃもいわき。これだけハリオなんだけど、何このさ。わかんないね。ナイフでやるとお皿に出るんだけど、いいよね。このビーカーのままで食べて、うんうん。ちょっと味見してみるね。うん、じゃあ、まず普通のからいってみる。はい。うわ、固め固め。喫茶店系。全然ね、上品で甘くない。その下にあるのないんだっけ、うん、いや、カラメルはあるんだけど、すっごい下まで遠い。確かにこれナイフで出した方がいいかもしれない。ちょっと今食べちゃう、このまま。うん、今ね、帰ってきてすぐ食べてるんだけど、冷やした方が美味しいかも。挑戦したチョコプリン。あんましね、偏差値をいつも買わないんだけど、これはね、神奈川店舗限定だった。え、いや、下も食べてみたら、スプーンギュッて入れて、ギャーって入れて、うん、うわわわわわわ、めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきた。うん、うん、チョコはあれだね、チョコケーキで食べた方が美味しい。
ちゃんとここはね、カラメルソースなの。あ、チョコソースではない、ね、ない。だから、なんか、むしろチョコがちょっとこう、まあ、うん、スタンダードの方が美味しいね。美味しい。ちょっともう一個食べちゃうね。これ、人気ナンバーワン。フレッシュミルクみたいな、うん、これだわ。これだわ。これ、これ4つでよかった、うん、もうね、まるで違う。これめちゃくちゃうまい。正直この2つは美味しいんだけど、そこまで並ぶみたいな。1000円近く出して、うん、これは並ぶし1000円払う。まあ800円くらいだけど、これ食べちゃっていいと思う。ごめんね、全部詰まっちゃって。うん、これもそうだね、こうかぼちゃのタルトの中身だけみたいな。動画長いよね、申し訳ない。あ、何もないよ。うん、うん、うん、おいしい。これとね、北海道生プリン、うん、間違いない。おいしい。マーロー、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 うん。最後までご視聴ありがとうございました。今日は、森と海岸に行ってラーメンを食べてマーローのプリンを食べる会でした、皆様も森と海岸行ってみてはいかがでしょうか。プリンは生クリームが一番おすすめです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。